どうぞ、テンション上がります。俺、もう今日、この日は来ないんじゃないかと思ってました。結構早い。いや、全然それは悪いえ、もう、え、見た感じも無理っすやん。はい、やっぱりね、マラソン舐めてちゃ本当にいけないよ。いや、あいつもね、ほんとこれ膝切り絶対。どうすか、失礼します。回を重ねるごとにもうちょっと絶望感が。牛尾さんも多分死ぬまで僕らを忘れない。それだけでいいじゃないですか。また橋どこでちょっと待って。膝が、膝だろ。足裏は、足裏は大丈夫。わっは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 。足痛い。頑張りましょう。気力、気力。本当休まんと言ったら閉店まで間に合うか。ですね。え、まだペースは保ててるんですかね。だってまだ4時になってねえもん。え、ひょっとして、そう、さっき言ってた想定より早なってますよね。はいはい、だいぶ早い。ペース上がってんの。もう最初から結構来てます。ちょっと走ると若干楽なんだけどね。痛い。疲労困憊っすやん、友口先生。ちょっとここだけは歩道橋、歩道橋ですね。マジか。階段っすね。あら、来た。じゃあさん、あれ東京都タワーっすよ。あ、着いた。もうね、足の裏にね、五寸木が刺さってます。俺今気ぃついたの、寝てもうてましたわ。それ下手したらそのまま死んじゃうパターンあるよ。あるある。でもこれでちょうど半分着いたな。しかし京都は俺ほんまちょっと感激。下手したらつかねえかと思ってたけど、まだ言っても、うん、時刻4時なんですよ。早いよ、めちゃめちゃ早いよ。6時間で来れたんですよ。6時間ですよね。10時から、ね、10時から。しかも途中わちゃわちゃしてたから、お客さんのとこ寄ったり。実質多分5時間ぐらいで来てるよ。あれ、どうした。膝がね。ちょっと丸腰すぎたね。これ100キロ走るに、やっぱ100キロ走るだけのやっぱ用意が必要だったよ。サポーターあたりいりますよ。とか、シップとかさ。なんかそしたら寄りましょうか。うん、寄りましょう。なんかあったら。あ、お願いします。膝がほんまにやばいわ。左膝が。今もですか。うん。何やろうな、何やろうって、もうこれしか考えられへんわな。はい。なんかサポーターが、サポーター、膝用のサポーターがあれば。膝用のサポーターが欲しいと。左用のサポーターが欲しいと。なるほど。はい、わかりました。冷えてきたしかな。無理はしないように。十分着きました。
ポーターにかけるしかないんでね。サポーター来て膝マシになっても股関節とかいかれたらな、はい、足の裏とか。あれ薬局って言いました？やりましたよ。けど、お嬢さん起きなかったんで、もう間に合わへん。湿布欲しかったな。ようさん、お金返しますわ。あ、ええよ。ええ。何のお金？サポーター。買ってない。まだ買ってない。嘘でしょ。あ、まずっすか。じゃあ、山田、今買いに行こう。先行ってるね。今の一歩で分かった。ちょ、もう早行ってよ。もう俺もう早買いに行きたいんですよ。あー、これじゃあチョケっぽく言わる、もう生粋のエンターテイナーやからチョケっぽく言わるけど、でも多分ガチなんですよ、ね、本当。じゃあこれガチっすわ、多分。これね、やってみれば分かる。うん、やりゃ分かる。やりゃ分かる。うわ、これだもん。ほんま、武将さんってそんなポジションやなって俺やっと分かりました。うわー、これはダメだ。いや、ちょっとね、これ下手に休んでんのがあかんのかも。で、体が冷え切ってきたんすよ。ちょっと悪いけどさ、暖房つけてくれる？いってらっしゃい。痛々しいっすね。分かった、これ多分冷えたらやっぱこうなるんだ。あー、冷やしちゃいました。あとやっぱちょっと、ね、おかしいのはおかしかった。あ、京都駅着の時よりまだ痛いっす。京都駅着の時も痛かったけど、あのその後の休んだのが多分嫌だったのかもしれない。ただ休んだびなんかね、走り始めた時なんか違和感あるんですよね。はいはいはい。ちなみに吉尾さん、チャリンコは乗れますか？え？チャリンコは乗れますか？最後乗れる。ちょっと乗れますか？え、いいっすよ。答えしますか？大丈夫大丈夫。答えしますか？とりあえずこの動ければ走ってみる。まあちょっとこれ勝って正解やわ、俺。全然違います。全然違う。マジでエグいぐらい違う。バンテリンすげえわ。やっぱこればっか研究してある。まあそういうことですもんね。うわ、四六時中大の大人が集まって。そら完成度高いわね。お嬢さんのこともひたサポート買っとかないと。いや、っていう時に留吉がね、気を利かして二人分買ってくれてるのかどうかっていうところもね、俺あると思うんですよね。なるほど。チームプレーなんでね。チームプレーなんでね。俺だったら多分買うと思う。まあそうですよね。お前買ってこいっつんだよ。だから俺の分もお前全然ちゃいますわ。サポーター、俺多分膝朝起きた状態に。お前何でそういいの、自分のためだけに。お前それ朝起きた状態ですよ。バンテリンすげえ。いや、シップ買ってあげて。シップだけでいいかな。買うだろ俺のも。いや、相談したよな。けどでもなんか多分牛尾さん膝大丈夫っぽいからって買うだろ。でだってこの人が言わはったんです。余ったら余ったでいいわけだから。自分のじゃサイズがあるんですよ、ほんまに。似たようなもんじゃもらって。大体ちゃいますって。大体のサイズきっちりしたやつじゃないと意味なさへんのっすよ。全然痛くない。ほんまかよ。ほんまに痛くない。全然ちゃう。あ、ちょっと痛いっすね。なんやねん。人間で疲れると眠くなるんだね。はい。もうガチ寝やったんですか、さっきは。ガチ寝だね。昼寝とかなんて、そんなまさかこんな時間に寝たことなんて。
近年ないよ。じゃあ業者さんに代わりましょうかってちゃんと言ったよね。はいはい、行くって。素晴らしい。張ってでも行くと。もういいんじゃないかな。出ました。ついに、ついに出ました。いつか出るであろうと思われていた。そろそろ編集でどうにかなるとこまで来たんじゃない。でもよく真面目に走ってると思うよ我々。そうです、本当にそうですよ。どんだけ真面目なんだって話だよ。誰も見てないからね。誰も見てないし、誰も応援に来ないし、誰も労をねぎらってくれないことをやってるからね。つけたんが遅かった。つけたんが遅かった。いや、ま、だいぶマシやけど、マシやけど、ちょっと巻き戻ったぐらい。右はもう完全完璧なんですか。左が、左が。それこそあれですね、やっぱりあの故障出てからテーピングするんじゃなくて、もう最初から、ね、間違いないよね。にしておいた間違いないよね。走り始めのスタートの段階で、はい、そんなに用意されてたもんね。俺持ってきた湿布3枚だけだよ。しかも自前の、自前の、自前の飲み物とかすらないんだよ。やっぱりね、舐めてますよ、我々マラソンを。かかりました、結構。途中ちょっともう歩いちゃって。部長さん、次のパートが上りなんですよ。バカだから。いや、これはきつい。コーナー上がってるんですよ。うわ、じわじわくる。でこれでここまだいいで、上ってる時と下ってる時いいんだけど、平地に持ってから来るから。てかやばい、やばい、これ。何衝撃。坂すね、坂が。武将さんも、あの、全編歩きで行ってももらえません？いや、俺は走るよ。全然俺の話聞いたくれ、あれ。全然、舐めるとかじゃなくて、計算ですやん。俺の上りを舐めるんじゃないよ、お前。ここに合わすっていう。はいはい、多分僕もう遅すぎたんですよ、つけんのが。そう、だからさっきも言ったんだけど、言わしてからだと多分遅いから、ういう、ね、本当は言わさないように、うん、やるんですね。そう、最初にからもうやってなかったら多分ダメだったんだよね、うん、これはある意味本当は半年間やってて、これをやらずに出してやったということになるのかっていうぐらい大事なことがあるのか、分かる。感想音だけど、お前そんなこともわかんないじゃん、実は。で、結局何が言いたいんですか？何が言いたいんですか？だから、とりあえずこの坂はやっぱもう絵的に絶対必要だから、そこはもう我々もだから今取る、はい、こればっかり、はい、で、ただもう9時に着こう。わっていうことですか？違う。え、それでいいんですか？さっきまで最後までやりますよ。いや、じゃあ俺はその気持ちでいたんですけど、僕も牛尾さんもその気持ちだと思ってたんですよ。牛尾さんも。いや、俺ぶっちゃけね、35キロぐらいとかもう。で、俺、井岡さんも山田もここまで来たら完走したいと思ってると思ってます。
あれそう思ってんの俺だけ。うん、まあもうはや何も言わないですよ。なぜなら、プール破ってるからね。完璧な装備で守れるっていう。福島から 100m 走ってもらって、インサートシュートで、いないのって、ワープ。で、手前から、インサートシュート。オッケー、めちゃめちゃ元気やる。っていうやり方で、それでよろしいですか。いや、もう僕も全然それで。皆さんがそうおっしゃるなら、もちろんそこは。最初回も一番最後だね。はい。いや俺マジでちゃんできる限りの練習はしてたんで、うん、今日に向けてなんかどうせ続かへんしっつって、うん、手抜くのは嫌なんですよ。まあなるほどね、うん、ちゃんと一つの番組で終わんやったら終わるで。なるほど。右手に吉野家が見えたら坂の合図。それまではずっとまっすぐです。進んでねえな。ただ同じリタイアするんやったとしても、うん、ほんまにもう一歩も動けへんとか、うん、まだでも歩けてんねんから。まあね、左が痛いじゃん。はい、右にやっぱこう重心が来るんだろうね、これ。はい、太ももが痛かった。ああ、左をかばって右で負荷かけてるがゆえの。あ、来た。あ、これです。これ右っすね。これはい。なんでこの角が目印ね。そうですね、心臓破りの坂の、心臓破りの坂の目印ですね。よし、屈伸はできない。え、代わりに僕が牛尾さんの分走るっつってたらやってました。いやー、その今の走り抜けたらちょっと無理かなと。これやっぱり走り切りたい、井岡さん。走り切りたい。ガチでヤバそう。いやでももうこれ、いや酷っすね、うん、さっきの話、うん、お疲れ様です。いやきつい、これはきつい。大丈夫ですか。じゃあ頑張ってっす。膝パッドのか、足の裏ですか。もう裏だね、ネットだね。右の膝来た、膝と太もも。左は降りて渡っとくかね。あ、はいはい。じゃちょっとクズ兵器で皆さんお茶やりましょう。はい、行ってきます。無情さん無理っしょ。正直きついね。ですよね。ほら、もうこいつですら無理やん。こいつですら無理やん。いや、もうよくやったと思う、俺は。無理やん。進みすぎた。お塩さんは走れないよって話をしてたわけですよ。残り僕牛尾さんの分走りますわというわけですよ。あの子は走れるのかな。いや、どう見てもさっきのやばいでしょ。ねえ、あのもうまたズレの手前みたいな感じだ。こんななってロマンかった。来てます。1時間休んであかんな。岡さん、そうだ、富吉さんも分かってないんですけど、これパチスロの実践番組なんですよ。あいつはその辺をね、
ちょっとよく一回冷静に考えた方がいいと思う。っていう話をね、今からね、コンコンとしていただいて。だってここでしたけが明日以降ただのマイナスにしかならないんでね。そうですね。まあ、これこの状態で休んでから走り始める時のあれ分かる？だろ、休みすぎた。でね、これ我々のこれ筋肉痛とかっていうレベルじゃないじゃん。これ多分もう怪我なんだよね。医者行ったら病名言われるやつなんだよね多分。もう無理やって。ただゴールはするよ。尋常じゃない。多分こっから25、多分本当に無理なのよこの感じで、うん、で一つその提案をもらって、ほら実践がまともにいってたら我々何がもらえてた？ワープ券。ワープ券と自転車、車輪5券やって、最後まあ5はこれどうやっても走んなきゃいけないんだけど、それでゴールはしよう。ああ、でこっからまだ言っても20キロぐらいあるから、これこの感じでいくとちょっとね、もうどうなるか分かんないよ。ああ、骨折とかちょっとさすがにまずいから、それは。いや、うん、いや気持ちはね、うん、そうそう、気持ちはちゃんとやりたいけど、うん、しょうがないよ。ちょっとでも走ってみてよかった。体がついていかない。無理、うんうん、体がついていかない。無理やわ。やっぱり100はね、100はね、うん、だわ。あとまあ作戦的にも準備が足らなすぎた。やっぱそもそもやっぱね、例えばこれサポーターとかもさ、気づくのがやっぱ我々遅すぎたよ、うん、ここまで来てさ、ま、やめちゃうっていうのもさあれだから、最後あとまあもう一個はしてもらうと、お前があの変なとこでゴッドとか打たなかったら俺ゴッド打ったっけ、うん、最後ね凱旋のリセットですって言って宣言も超えてたよね。超えましたね、うん。じゃあもうそれはもう言わんときましょう。いやだからそういうのちゃんとやってればもらえてたかもしんないわけじゃん。でね、ほでだからこれはここでまあ終わりってもすいませんでしたとっていうのも、もしかしたら我々っぽくていいんじゃないって言ってくれたんだけど、ただまあ我々もせっかくここまでやってきたからさ、最後まあ一応ゴールだけはそのじゃあ実践をよっしゃーとハイタッチでパチンと終わって、でもらうもんもらってっていう自然な感じでやれてたらどうなんだったのかっていう、逆に検証の意味も込めてた、うん、そうです。じゃあとりあえず最初は10キロワープ券でいいですか？ OK。 そうですね。トメキチが外せってなかったらもらえてた10キロワープ券。いやもうほんまにすいません。もうじゃあワープの準備しましょう。いやこれはでも本当いよいよなところまで行く可能性あるから、これはちょっとね、逆に制作の人たちに迷惑かけることになるかもしれないから、はい、そこはやっぱちょっとよく考えよ我々も、うん、で俺が言うとなんか疲れてないってなんか余裕かましてっぽく聞こえるんだろう。あのねそうなんです。じゃあそれはもう武将さんがプロやから、だからねこれはまずい、さすがに。あでも何キロ ?75、80 今ここまで25キロ、あと25キロ、ここまで75キロでしょ。75キロでも走ると思ってなかったと思うよ皆さん。こう言っちゃなんだけど、しかも今7時ですか？8時、8時過ぎてる。いや胸を張ってゴールしようぜ。はい、もし元気ある？ああ全然大丈夫です。元気あるか？あります。元気あるな。やんのか前は。体が追いつかへんってすげえな。人間
けなしでって言われたらこうなってことだよ。誰も真似する人いねえだろうけど。ローソン。ローソン。左側だよね。左側です。オッケー。行ってらっしゃい。全然楽。よかった。全然楽。一つ気になったんやけど、はい、今日一日ずっと気になったことを言っていい？うそ。なんでそんなヤンキーみたいなジャージなの？ずっと前に着てたやつ。やっと聞いてくれた。なんでそんなヤンキーみたいなジャージなの？これしかなかったんですね、ジャージが。いい恥ずかしい。映るたびに、あのジャージなんかなって思う時です。いや、会長ですか？いや、俺こいつがあればどこまででも行ける。それはない。あるそれはない。あ、そんな快適なの？めちゃめちゃ快適。ただね、お前膝言わしてるからね、膝結構きついかも。これ足の裏だけだから、そんなでもなかったけど、膝はね、来るよ、要所要所で。余裕っすか？全然しんどない。多少来るよ、そりゃ。あ、楽ちん。楽っすけど、ここまで来るとやっぱチャリでも5キロ遠いっすね。ああ、まあ遠いね。はい、よし、すぐ行くよ。はい、行ってらっしゃい。やっぱ走り出した途端、ああなるんすね。周りの人に可能性はあります。これはやばいっしょ。なんかリハビリみたいな感じになる。によっちゃ20人ぐらいいるのかなと思ったけど、すがすがしいぐらい誰もいないね。清掃スタッフとかですね。いやけど、ほんまによかった。何が？いや、まあ、形はね、まあ、まだ80キロは、言い方はおかしいんですけど、まだ80キロ走ったからね、自走で。ちょっともう僕の人生の中でもかなり大きい。あのね、俺さっきもちょっと車の中で言ったんだけど、農業が入って15年になるんですけど、一番過酷だったね。いやもうでもほんまに半年間でしたね。武将さん、僕のこと覚えといてもらえますか、この半年間で。いやでも覚えてるでしょ。覚えてます。これを見た人たちがどう思うのかっていうところがね、
いやまあまあどう思われるのもしゃあないですけどね。まあでもねこれがね一応 YouTube 上に動画残りますんで、はい、なんかちょっと辛い時はねいつでもちょっと見ようかなと思います。そうですね、思い出せるんで。いやもう僕にとってもすごい宝物になった一日でした。ほんまにありがとうございました。もうほんまに半年間もうスタッフさん含めで、ちょっと最後にね一言だけ、はい、締めの、はい、言ってましたね、言葉を述べますんで、はい、ご賞ください。はい、ご賞ください。打ち合わせもなく、だいぶ夜も更けてきましたんで、ね、はい、あんまり大きな声出すのもあれなんですけど、はい、ご賞くれますか。はい、100キロ先を目指すなら、100キロ先を目指すなら、大きな声で100キロ先を目指すなら、車か電車を使いましょう。車か電車を使いましょう。半年間ありがとうございました。ありがとうございました。走ってる最中にそれを考えてたんです。いやきつかった。いやもう満身創痍や。